こんばんは、6時のニュースをお伝えします。豊橋市で4日、58歳の女性が天然すぎるミスをしてしまいました。この日、女性は娘と一緒にマックのドライブスルーに訪れていた模様。マイクで店員からご注文をどうぞと言われると、女性がこれとこれとこれと指で注文をし始めたのです。ここですかさず店員からマイクに向かって名前でお伝えくださいと言われると、女性が陽子ですと一言。これには店員も苦笑い。その後、助手席に座っていた娘が代わって注文をし、なんとかドライブスルーできたとのことです。続いてのニュースです。昨日、土浦市のお寺で賽銭箱から現金を盗んだとして中国籍の男が逮捕されました。逮捕されたのは中国籍の陳ポコポコ容疑者、39歳。陳ポコポコ失礼しました。陳ポコポコ容疑者は人気の少ない時間帯の深夜に忍び込み、賽銭箱から現金2円を失礼しました。現金2円を盗んだ疑いが持たれています。その後、防犯カメラの映像により、チンポコポコ容疑者チンポコポコ容疑者は逮捕されました。警察の調べによりますと、チンポコ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 失礼しました。チンポコポコ容疑者は2円でも捕まるのと語っていたとのことです。ちょっと、すいません、呼吸でした。やめてください、生放送中ですから。すいません、釣られて出てしまいました。ちょっと失礼します。恥ずかしい。ちょっと、はい、以上。